こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国はこのアジア情勢を最も重要視しており、ステルス爆撃機の再配備など進めている。そんな中心型ステルス爆撃機 B-21 レーダーの最新映像を入手しました。極秘なので、他の人には話さないでくださいね。B-2 スプリットより、結構、かっこよく見えます。やはり黒は変わらないですよね。では詳しく話していきますね。来年2021年中の初飛行が予測されているアメリカ空軍の新型爆撃機が B-21 レーダーであるが、極度にこの新型爆撃機に関する情報統制は貫かれており、その全体の形状すらわずかな情報しかない。2020年2月にアメリカ空軍はこの新型爆撃機B-21 レーダーのイメージ画像を公表したが、その全体的なデザインは同じ。ノースロップ・グラマン社の手による現行の B-2 スピリット爆撃機に酷似している。これ以前にアメリカ空軍が公開していた飛行中の B-21 レーダーのイメージ図よりも今回の格納庫をバックにした画像の方がリアルには見えるものの、やはり細部までは確認できない状態だ。ただ、現行の B-2 スピリットよりも、さらに全体に表面がなだらかなで、滑らかな機体になっているように感じられ、さすがに同期より、50年近く後に登場するであろう時間の経過を感じずにはいられない。現行の B-2 スピリットと新型の B-21 レーダーの大きく異なる点に、その導入予定数の違いが挙げられ、前者がわずかに21機のみに止まったことと比べて、後者は100機以上の調達が予定されている。これには、B-2 スピリットの開発が開始された1978年、初飛行が、1989年だった時代背景が大きく作用しており、旧ソ連の崩壊に伴い、アメリカ軍の軍縮傾向が顕著になったことが最大の理由だ。こうした例は、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦、シーウルフ級や F-22 ラプター戦闘機などにも見られ、強力な外敵がいない時代には、オーバースペックと高コストな兵器が敬遠される傾向を物語る。翻って、2020年現在のアメリカは、中国との対立を鮮明にしてきており、わずか21機しか保有していない B-2 スピリットをインド洋の基地に、配備して中国を牽制する動きを見せており、B-21 レーダーには追い風かもしれない。特に、2020年には、乗組員への新型コロナウイルスの感染で、アメリカ海軍が、太平洋方面に展開できる大型の原子力航空母艦が、一時的に、一隻もない状態が発生するなどの非常事態にも見舞われてしまった。また、2020年8月現在では、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の稼働数は、回復しているものの、近年は、中国が配備を進める地対艦ミサイルの、長射程化により、安易に西太平洋や南シナ海方面に、展開しづらくなっている。こうしたアメリカが
これまででほぼ独占してきたに、等しい空母打撃群による攻撃力にも限りが出ていることから、敵のレーダー網に探知されにくく、長距離からの攻撃が可能なステルス爆撃機は、より重要度が増したと言えるだろう。現行のウィーニスピリットは、前述のように21機で生産が打ち切られてしまったこともあり、その生産数の少なさゆえに非常に高額な機体であり、実に1機あたり2000億円を超える世界で最も高価な軍用機となった。現状100機以上の生産が見込まれている B-21 レーダーの調達価格がどの程度のものとなるのかは未だ予想はつかないが、 B-2 スピリットほどではないにせよ相当な高額になることは間違いないだろう。昨今の兵器の例に漏れず、 B-21 レーダーの製造コストや開発のスケジュールも当初の想定通りには進まないとの見方が根強く、コストの高騰と開発遅延は避けられないとの意見が大勢を占めている。製造コストを抜きにしても、アメリカ空軍が予定している B-21 レーダーの開発スケジュールは、2020年代中盤に量産機の納入を経て、実戦配備が2030年代初頭となってはいるものの、信憑性は薄い。B-2 スピリットの場合、製造に要するコストも高額であったが、同様に、その機体の最大の特徴であるステルス性能を維持するために、表面の塗装を頻繁にメンテナンスするための維持コストも膨大だった。こうした運用上のランニングコストは、B-21 レーダーでも同様の傾向が発生すると考えられ、これを100機以上導入することで、そのコストも低減できるか否かが注目されるだろう。B-21 レーダーの新機軸としては、無人飛行を可能にするとも囁かれており、これが実現するならば、作戦行動の自由度は増すと思われるが、機体価格を考慮すれば、損耗前提での投入はないと思われる。また、B-21 レーダーを援護、護衛する戦闘機としては同様に、開発中である無人のステルス戦闘機 XQ-58A バルキリーがその任に当たる可能性も示唆されており、今後の続報が待たれる。 B-21 レーダーのステルス性能はロシアや中国が開発中止めされている。超波探知や機関部からの排熱を感知する赤外線センサーでの探知も困難にしているとみられる最新のコーティング技術を取り入れているという。このあたりは技術の進歩とともに絶えずそれを上回る対応策が登場しては、またさらにその上を行く技術が取り入れられるなど、絶えることのない技術競争が繰り返されていくのだろう。